皆さんこんにちは本日は久留米城場紹介します久留米城は現在の福岡県久留米市にあるとよ昔の筑後の国ばアクセスとしては JR 久留米駅から徒歩15分ほどやね駐車場はアルゴタンやった現在の久留米城は本丸とその周囲の石垣と堀が残っております 久留米は博多から電車で1時間ほどと福岡の中心地からも近くて交通の便が四か県が行きやすかと思うね本丸には有馬芝ご祭神とする笹山神社と有馬家の資料の展示されとる有馬記念館のある本丸の笹山神社にある説明板によっと、明治10年旧久留米藩の勇士が心の安寧と人々の融和を願い 有馬豊氏など御祭神として笹山神社が創建されたと記載されております。他にも中央競馬の有馬記念の由来になった有馬頼り安など御祭神馬含めた神社の詳細が説明板に記されておりますので、ぜひご参照ください。久留米城の歴史については、現地の説明板と概要欄に記した参考文献ば参照しております。 久留米城は筑後川中流に広がる平野ば約する下半の丘陵城にある城の北西に流る筑後川は自然の堀にしとります永昇年間西暦1504から21年土豪が城場築いて篠原城と称したと伝えられております一旦は廃亡して田園になったことんやけど天正年間 西暦1532から55年に当地の土豪が城郭ば再興して構えて天正初期に高羅山座す領官の弟林慶が城主やったとされとる当時は小規模な城郭で砦程度の門やったと考えられております本格的な城郭の構築は天正15年西暦1587年 豊臣秀吉の九州攻めのあと毛利元就の子毛利秀兼が筑後の国に七万五千石ば与えられて久留米城に入ってからやね今以前から天正九年に龍造寺隆信が甲羅山取りで西久留米城を攻めたことが見えとって幼少の地として重視されとった。 秀兼は入部と同時に修築場を行ってみかんの丸といわれる宮城の南西部に新城場を加えたこの時秀吉から下しされた大阪城の一室場を移して大阪松陰と名付け取ります本丸は丘陵の長部において天守閣は築かんで東南隅に三層の辰巳櫓が構えられた石垣は本丸にだけ築いて 本丸西に連なる二の丸三の丸は深か堀と堤防で防壁とした令和の今本丸の石垣と堀の一部は見っことのできる毛利秀金の築城後慶長5年西暦1600年の関ヶ原の戦いで秀金は西軍に属した県が海易になって翌年に三河岡崎城主田中義政が築後一国の国主として入部した。 吉政は柳川城は居城とした県が久留米城は損氏城として着し吉信が入った抜点が元那六年西暦1620年に田中氏が無視女法になった県翌年の元那七年有馬豊氏が丹波福知山から店舗を入城した添井以,以後は廃藩に至るまで11代254年の間。 有馬市の城として栄えた初代の有馬豊氏は城場改修者だけではなくて城下町も整備したことで久留米は築後の中心都市になった明治維新後明治7年に久留米城は取り壊された時ど本丸は明治10年に建てられた篠山神社によって守られて石垣や堀も一部現在まで残りその美しか姿は見ることのできる。 失われた遺構についても二の丸跡三の丸跡の石碑などが果てられとって久留米城の巨大さば感じられて王子は忍ぶことのできるなお筑後の国の久留米城は我らが肥前の国との国境近くにある現に久留米城は 地区後の国一宮高羅大社まで公共交通機関で1時間半ほどやけど肥前国一宮の一つ地陸八幡宮まではバスで30分ほどと地下か距離にある筑後の国に行かれる方はもちろん地陸八幡宮など肥前の国の東側へお越しの方は久留米城にも寄っていただければと思いますご視聴くださってありがとうございます